続いてジョーさんから。もうすぐ忘年会や新年会の季節ですね。実は私の会社の社長は会社の飲み会が大好きでほぼ皆勤賞です。みんなで一つのテーブルを囲んで座るのですが、近くの席になった時何を話したらよいか分かりません。ぜひアドバイスをいただけませんか。ちなみに大野くんはジャニー社長とどんなことをお話ししますか。ジャニーさんとはね、つかもうジャニーさんがずっと喋ってるから話に困ることはなかった記憶があるよ。まあでも分かるね。僕がよくやるのは、だ例えば僕もう34じゃん。社長やん34歳の時って何やってたんですかとか。それはね、僕個人的にも興味があるから聞いちゃう。よく年上の人とかに聞いちゃう。気になる僕も。そうすると社長もさ、なんか喜んだりするじゃん。いやあの頃はねつって、俺も忙しかったよ、時代も違うしねとか、あのね自慢げに話し出すからね。でもそれはね、あの言いたいから、でも聞いてて楽しいしね、言わしてあげた方がいいんですよ。言いたいんですよ。いつ、待ってましたみたいなのでね来るんですよ。